どうも、コッキでーす。どうも、金髪トエです。そして、土曜日なのに、のすけです。なんでだ、なんでだろう。あれはね、珍しい。そうなんですよ。なになに、今日一トレプル、あ、トレプル案件、いや、ちょっと待って。あれついに、ついに。やらなあかん、俺。はい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 。やっちゃいますか、やっちゃいますか。やりましょう、やりましょう。小焼き戻ってこい。はい、トエ始めろ。始めるか、始めます。そう。やったやったんだ。最初のあの、名前のないやつら倒したりしたよ。モブね、そう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 、ヒグマのところのモブ、ヒグマのやつね、うん、はい、なんすか急に回してますけど今、あ、すいません、ですね、急遽僕、今日ちょっと持ち込み企画ありまして、なんすか、なんすか、いやもううずいちゃってうずいちゃってしょうがない話があるんですよ。おジャンプでですね、はいはいはい、まあ最新話じゃないんですけど、はい、ジョイボーイが出てるじゃないですか。よー出るよ、毎週出るよ、そう、うん、もうよー出すぎてて、これもう自分のチャンネルだけじゃ話し足りないと思ってこうやっちゃったんで、じゃあおもろいやつ持ってきてくれたんですか。もちろんです。珍しい。じゃあもう東亜くんがいつもね提唱するジョイ父さんについても出るのかな。もうジョイボーイがおるから、うんうん、ジョイ父さんもおるんや。なるほどなるほど。ジョイ母さんもいるのかな。いるいるいる。ジョイ母さんもいるね。ジョイ兄さん、ルージュ、ルージュ筆頭候補今。マジか。寝起き5分すごいよね自分。寝れたから今までね。もうエンジンのもう、そうエンジンが速速ですね、まあ、いや、まあ、はい、ジョイボーイの家族ももちろん気になるんですけど、はい、ただ今回僕が言ったのは仲間なんですよ。仲間、仲間がいるよ。医療チームだね。もう全部そこ帰結しちゃうけどね。なるほど。でもね、それこそツイン社もうね仲間だったんです。そうですか。ちょっとそれちょっと。なるほど。ジョイボーイの一味ということですね。そういうことです。そういうことです。あのね、もう本当にジョイボーイ個人に結構焦点行きがちなんですよ、うんうん、めちゃくちゃ重要人物だし、うん、その人がどんなことしたかってすごく重要なんですけど、はい、ただですね、うん、麦わらの一味もそうじゃないですか。ルフィだけじゃ海賊になれないわけで、ジョイボーイもジョイボーイだけだったらジョイボーイになれない。いや、ジョイボーイになれないか分かんないんですけど、そこまであの世界政府とね戦えなかったと思うんですよ。なるほど、かつてね。そう、かつてかつて、うん、だから今回ジョイボーイの仲間たちは一体どんなやついたねっていう話をしたいと思う。いや確かにそれはちょっとあんま気にしたことなかったな、うんうん、これは知っといてそうないと。なるほど。じゃあジョイファミリーを今日は。イエス、ジョイファミリーの話そういうことだよな。よろしくお願いします。はい、小池さんがさっき言ったように、はい、スニー社とかはもう結構分かりきってるじゃないですか。まあね、そう、言われてるしね。言われてるし、そうやろうなって感じだと思うんですよ。白星、うん、まあ、ポセイドンとか、はいはい、あ、従えてたらやろうと。確かに確かに。いうこと、当時の人魚姫。そうそうそう、うん、かつての人魚姫ね、姫ね、ポセイドンだったんで。そいつらだけでもめちゃくちゃ強いけどな。確かに。スニー社と白星って考えたら相当な戦力がいる。海洋に全部ついてくるわけだし、ね。そうよ。まあ、なんですけど、もう他にもいたんですよ多分。で、そこをちょっと今回考えていきたいなと。知りたい。まずあんまり言われてないかなって思うところで言うと、ルナーリア族なんですよね。ルナーリア族もおったよっていうことですね。そうですね、仲間としていたんじゃないかと思うんです。なるほど。今この世には一応キングしか確認されていませんけども、はい、当時は結構うじゃうじゃおったから。いや、うじゃうじゃいた気するんですよね。へー、まだ全然その絶滅の危機に瀕しなくて、世界政府がマリージョアに住み始めたのって空白の100年が明けた時じゃないですか。はい、確かに。だからその前っておそらくルナーリア族が住んだはずなんですよ。あ、いたそう、うんうん、だとしたら勝手にそいつらが攻め入ってくるわけじゃないですか、はいはいはい、俺らが自分たち住んでるところに、うんうん、当然敵対するはずなんですよ、うんうん、でジョイボーイたちも世界政府と戦ってたって言われたんで、共通の敵がいるってなったら手組むっていうのはありなんだよ。ああなるほどね。そう、一緒に戦おうぜって、ね、だからキングはジョイボーイが誰かっていうのをすごい気にしてる可能性があるってことですよね。ああ、かつての仲間やから。そうやね、なるほどなるほどなるほど、そこつながるんですよ。なるほど、そういうことか。ジャヤみたいなもんやな。ジャヤみたいなもん。なるほど、本当にカイドに対してパンカードでお前世界変えれるかってね、おーおー言ったじゃないですか、うん、あれはもう要するに代々こう伝説に伝わるみたいな、うん、そんなの聞いてたんじゃないかな。なるほどな。いや、それはおもろいな。そうなんですよ、めっちゃおもろい。その時の仲間になった人の名前なんですか。アルベルですよね、今はね。アルベル、そう、キングアルベル。そのじゃあジョイボーイさんのお仲間なんていう名前ですか。多分デシベルとか。ああ、僕トングやと思うけど。トングね。トングどっから出てきた。トングがどっから出てきたんですか。キングトング。あ、え、キングトング。どういうこと。キングとトング。トングが何。トングってこういうつまみやつね。焼肉屋あれよく使う。何キングトングって。網変えてくださいって言ったり。そう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 、あれあれ、はい、あ、じゃあコングもいるんじゃない。キングコングはだっておるやん、元帥。いや、そうやけど。コング元帥、うん、そうやけどさ。ややこしいわ。それでコング、デシベルで落ちてたらええのよ別に。そうなんだよね。やっぱそこうなりやぞ、うん、これが強力な戦力になったんじゃないかな。なるほど、そう思うんですよ。いや、これはちょっとありえそうですね。そうなんですよ、まあ、やっぱ空も飛べるし空中戦っていう意味でね、うん、いけたんじゃないかな。確かに。で、あとですね、これもまあ考えたどうしましょう。確かにって言う時はあくびをごまかしたよ。確かに。
ていう。あ、なるほど。ちょっと見てください。こちらね。やってます。あー、ほんだ。要は確かにって言った時にあくびが出たんじゃなくて、あくびが出そうだから確かにって言おうと思った。そう、だから確かにって思ってなくても確かにって言ってた、こいつは。俺はちょっと後ろの方で俺の顔見てたもん。バテないみたいな。すごい技見つけましたね、また。そんなことないよ、続けて。みんな気になってるから次誰が仲間なの。ありました、目を覚ましてあげましょう。なるほど。あとですね、これ考えたことある人いると思うんですけど、はあ、トキさんです。なるほど、800年前から来とるから同じ時代に生きてるわけよね。そうです。じゃあ玉木はロジャーですら成し得なかった、うん、ジョイボーイと同じ時代に生きていたということですか。そういうこと。そうです、そうです。間違いなく同じ時代にはいたんですよ。そう、確かに。そうで、ただですね、ちょっとまあ一個言うとすれば、トキ様って逃げ回ったりしてて、はい、飛んでるよね。飛んでたりしたんですよ。だから会ってない可能性もあるなと思ったんですよ、ぶっちゃけ、うん、いや、あれそう、うん、なんだけど、そこでやっぱり出てくるのがトキ様の両親なんですよね。はあ。両親は多分これジョイボーイと密接に関わったんじゃないか、さすがに。なるほど。いや、トキ様が生まれた時はまだ幼くて、まあ、子供だったでしょうから、それはなんか記憶も曖昧だったとかあると思うんで。でも両親は例えばトキ様に時々の目を与えたりとか、みんなに希望を託すために、俺らはジョイボーイと一緒にやっててダメだったけどお前に託すみたいな。なるほどね。まあ桃の好きみたいなね、おでんに対するね。そうです、そうです。なるほどね。託したんで、要は甘つき家の人たち多分関わりあったんじゃないか。そうだ、ワンクリで甘つき家出てきてないもんね。そうなんですよ、下も確かにな、うん、確かに。いや、一瞬トキ様の初彼がジョイボーイやねんとか言い出すんかと思って、はい、僕ドキドキしてたもん今。あ、ロマンスがあったと。そう、これ800年前に初彼、うん、初彼初彼随分ナウい言い方ですけどね、うん、かなと思ってびっくりしちゃった。そうなの、うん、それは結構ありえそうっすね。そうそう、ありえそう。まあ確かにジョイボーイの子孫がいたらいたらそれは面白いですけどね。確かにな。そうなんだよね。そこなんだよ。 D の一族とかって血筋じゃないですか。はいはいはい。でもジョイボーイって血筋じゃない感じじゃないですか。うん、そう。誰でも平等にその中から選ばれますみたいな、確かに確かに感じがしちゃうから、うん、もう難しいんやけど、ジョイボーイのなんか代々みたいな。ですよね。確かに確かに。必ずしも D じゃなかったっていう可能性もあるんですよ。ジョイボーイがかつていましたと。でその時800年前は、まあ、D の大きな人だったかもしれない。ないけど、はいはい、じゃあその前、確かに分かってるもんな、ね、その人が最初の D だったか分かんないですし、うん、もっと前にジョイボーイがいたとしたら、そうや、そいつはどういう名前だったのか、確かにっていうのもあると思う。教えてほしいよね、今何代目のジョイボーイなのかみたいな。そう本当に。そう、襲名ね、もしルフィが覚醒してジョイボーイだったら、はい、おめでとう、君は13代ジョイボーイだみたいな。めちゃくちゃおるやん、12代持ったん。そう、そう、ヒロアカみたいに。そう、あー、確かに確かに、継承してるの。その都度謝罪文か、周りの人が書いてないからお前書けって。そうそうそう、なるほどね、始末書みたいな。なるほどなるほど。時代ごとにいたとしたら、まあ、その都度仲間がいたと思うんですけど、はい、スニーシャ、ポセイドン、ルナーリア族、トキ様、うん、で、あとですね、ネフェルタリ家とか、はいはい、もういたと思いますし、はいはい、エルバフの巨人族。エルバフですか。これはね、エルバフ枠あったと思うんですよ。なるほど。なんでですか。巨人族っていろいろ種類いると思うんですけど、うん、例えばサウロのように海軍に入るようなね、なんか温厚な一族とかっていうのも分かってるじゃないですか。けどエルバフって挙兵海賊団っていうものすごい強い海賊たちの種族というか、はい、ものなんですよ、はいはいはい、でも海賊って基本的に政府と対立してて、はい、でさらにドリーとブロギーがリトルガーデン出るときに、我らに突き通せるものは血に染まる蛇のみたいな、はい、言ってましたね。これ覇国だしじゃないですか。あれってレッドラインのことだって言われてるんですよ。言われてますね。要するに、なんでそれを攻撃対象として見なしてるのかなって考えたら、はい、やっぱりかつて対立する立ち位置にあったからなんじゃないかなと思うわけですよ。なるほど。そう、だから歴代貫いてないよね。そうなんですよ。でずっとそのレッドラインを壊したくて、はいはいはい、そういうことをやってた。願いがある一族なのかもしれないよね。そうなんですよ。なるほどな。やっぱりかつのエルバフはジョイボーイと力を合わせて戦ったのではないかな。なるほど。じゃその時の巨人の名前なんですかね。巨人の名前はやっぱりそのベルトルトですね。やっぱベルトルト、はい、ベルトルトフーバーか。間違いない。写真変わってますよね。じゃあ、いやいや、あの60メートル級まで行ったらもうオーズとかになっちゃうんですね。でも古代巨人族だった可能性もありますからね。あ、なるほど。かつてはベルトルトは今よりも国引きということか。そう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 。あ、なるほどなるほど。あ、でも初代国引き。初代国引き。あれも襲名だった。そうです。襲名だったんです全部。なるほどなるほどなるほど。なると資金が引けるからね。はいはいはい。俺やなーって頑張って。全部そうなんですよ。やっぱポセイドンも襲名してるじゃないですか。今白星が。あ、まあ確かに。全部そうなんじゃないか。あるじゃないかと思う。結構。ベルトルトフーバー。誰か僕を見つけてくれってこう言ってたんじゃないか。悲しみがあったんですよ。ジョイボーイの仲間癖強いな。クセスゴンたちだったんですよ。なるほどね。結構あ特徴がある人たち。確かに確かに。でこういう人たちがやっぱいたんじゃないかなと思うんですよね。おどうですか、これ。いや、めちゃくちゃ面白いですね、うん。ジョイボーイ、個人の力もそうなんですけど、仲間に注目してみるとやっぱりすごく面白いじゃないですか。確かに
ちょっとさらっと流したとこでフェリタリケとかディーノキストクとか、うん、それでもなんか僕ですねあのアナザーブルーでも話したんですよ。もし詳しいのね話聞きたいという方は、うん、そっちの動画もねぜひ見てほしいなと。はい、ぜひ見てください。ニカはニカ、ニカね、それも言ってます。ニカは仲間です。あ、じゃあそうかもしれないです、かもしれないですよ、うん、はい、ということで、うん、ここまでが僕の持ち込み企画なんですけど、ちょっと今日もう一個ですね、ちょっとお二人に話したいというか、連れてきてる人いまして。結構連れてきてる、ちょっとまあまあ言えばしないんですけど、まあまあいずれねこういうハマるかもしれません。なんか自分結婚先3回目ぐらいで、そろそろそんなにしてない。ほんまにそんなしてないかも。したら俺よくない。え、大切な報告がありますみたいなんで。いや3回目ぐらいだよこの話。いや YouTuber の常やそれは。いやよくないと思う。何がいいやん、しても。本当にあのですね、お二人にちょっと質問があると、はい、連れてきてるんですよ。すみません、ちょっと呼んできます。向こうにいるんで、ちょっと呼んできます。すみません、ちょっとお待ちください。どれ、はい、え、何怖い怖い、なんか質問があるって言うから、ちょっと変な質問されたらもう怖いし、なんか何こんにちは、こんにちは、こんにちは、ノスタローです。こんにちは、ハム太郎、ノスタローです。ノスタロー、うん、ノスタローって言うんだよ。僕、ノスケの兄ちゃんにさ、500キロ深いとさ、話したいって言ったら、おいよって言うからさ、あのできた。なんかあのエンタメチャンネルの方で見たことある子やな。え、エンタメ知ってんの？エンタメ知ってるんですか？はい、見ましたよ。何ですか、エンタメチャンネル？え、エンタメチャンネルってのがあるんだよ、知らないの？知らない。教育知らないの？知らない。え、悪魔の実千個とか知らない。え、知ってんじゃん。知らない。エンタメチャンネルって言ってたやつだよ、それ。エンタメチャンネルって何？ね、エンタメチャンネルっていうのはね、なんかね、のすけのね、兄ちゃんがね、ふざけたね、エンタメやってるチャンネルなんだよ。へぇ、そうでね、それをね、その中でね、僕も出てね、お小遣いが3K 円になったりね。は、な、3K 円、3K 円、あ、でもロスチャイルドや。そう、遠足に3K 円持ってって言ってなったり。おうおう、いろんなね、なんかね、ルール変更されたりしてね、すごいね、翻弄されてるんだよ、今人生を。でね、僕ワンピースも好きだからさ、2人で質問持ってきたんだよ。何僕が知りたいのはさ、うん、ワンピースの世界でさ、うん、今さ、そういうさ、海賊めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いんだけどさ、一番強いやつ誰なのかってことだよ。それはやっぱり、ジョイボーイ。ジョイボーイ、ボーイでいいよ、今。ジョイボーイ。最強の座は空いてるんよ、今。海賊だったの？海賊。え、海賊かどうかもわからない。それだって今。海賊よ、ジョイボーイは。え、さすがに。あ、そう。ジョイボーイになる条件、必須項目1、海賊。必須項目2、少年であることやろ。え、あ、なえ、どう少年より海賊が先なの？先。は、なんで少年なのに海賊なの？うん。え、ルフィみたいな。え、じゃあカイドウ一発無理やもん、あの50代やし。それで、うん、え、もうあいつは無理よ。でも年齢制限引っかかってる。引っかかってます。ダメだ。もう何歳か、何歳かいい。え、それ25。え、アンダー25。アンダー25。25までボーイ、25までボーイ。 AU のあれとかアンダー割りとかも25割りとか。あ、なるほどなるほど。桃の助とか無理やもん。もう無理よ。え、28歳だから。28歳だから100勝しました。嘘だろ。そうなんだ、残念です。マジかよ。え、今いくつ？僕はね、 3.14159265358979323283846264433842493 歳。すげえ演習率言えるやん、この子。うん、すごい、うん、そうだよ、50桁ぐらい言えるよ。じゃあいけるじゃん、ジョイボーイね。そうだよ、僕ジョイボーイ言えるよ。できるね、ギリギリね。いや、ギリギリじゃないよ。一人称ない。超。え？超。超。超は？超。超は？超はね、いっぱい質問あんだよ。ワンピースのね、いっぱい知りたいことあんだよ。次何？次ね、悪魔の実って何種類あんの？あー、悪魔の実ね。いっぱいあるじゃん。まあ、悪魔の実ですか。いっぱい出てきてるのにさ、結構だ。これは簡単よ。何？666種類。え？666というのがですね、獣の刻印言われてまして、悪魔の数字は言われてるんですよ。悪魔、まあ、そのことからもこの悪魔の種類の説には2種類ありまして、まあ一番主流なのはこの666種類ある説、もう一個は369種類、これも弥勒の法則が言われて、結構ね、悪魔の種類の数はこれじゃないのかってことが言われてるんよね。え、何？分かんない分かんない。弥勒って何？知らない。弥勒分かんない。369を弥勒って読むんよ。369を弥勒って読む。そうそう、いやいや、あの50桁記憶してるのに魅力が分からへん。どんな指導してんの？全然分かんない。え、超は超分かんない。いや、666の可能性は多そうよね。ほんで3時が悪魔の水かみたいな描写、うん、まあタウンページぐらいあったから。そう、すごい難しかったよ、600
ここあってもおかしくないし、逆に1000個を超えたらちょっと収集つかへんから。やりすぎや。そうだね。で、僕はなんか悪魔の実って増え続けてる説あるんですよ。え？ああ。そうだ。幻獣種とかっていうのは、昔は想像もできなかったものもあったろうし、今でこそ古代史ってものもあるけど、その古代に行った時には別に古代じゃないじゃんと。おう。そう、確かに。新しく増やすこともなんか、血統因子の都合でできるんだなと思った時に。まあ、わかるな。そう。でもその数が666枠しかなくて、何かを減った時何かが入るみたいなかもしれないよね。入れ替え制かもしれないんだ。ああ、なるほど。すげえ。それ面白い。それ。え？だってハサミとか絶対なかったよ、古代の時代に。そうかな。チョキチョキの実ね。チョキチョキの実。それを考えれば、考えた人が作れるってこと。作れる。すげえ。ジャグマの実をさ、作る能力ってものあんのかな。じゃあ。ありそう。あります。それだったらすげえ。めっちゃ面白いじゃん、悪魔の実。つくつくの実。つくつくの実。つくつくの実。これ何を作ろう、ゴロくんみたいな。教育テレビ。ゴロくんって。ゴロくんじゃなかったみたいな。ゴロリ。あ、ゴロリゴロリ。ゴロリゴロリ。僕が訂正すんの。僕が訂正するの。よく見てるから。あ、そんな。見てたから分かったんだ。危ねえ。あ、よかった。めっちゃ解決された。おお、よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。いや、本当に面白かった。のすけ兄ちゃんにね、ありがとうって言っとく後で。はい、はい。うん。で、そんでね、のすけ兄ちゃんがさ、イベントやるっぽいんだよ。おイベント。そう。今月ね。そう。3月のね、3.1415、あ、違う。3月のね、12日。12。そう、土曜日。はいはいはい。もうちょっとだ。もうすぐで、あと1週間後だよ。あ、本当だ。イベントやるって言ったから、言ってるからさ、すごい来てって言ってた。え、行くの？行くの？俺行く。おお。うん。俺行く。見て来てください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。阿佐ヶ谷六棟屋さん。はい、六棟屋ね。そう、そこでやるって言ってた。よろしくお願いします。はい、3月11日阿佐ヶ谷ロフト A の方でのすけさんが出ますということで、ペンタメの方とかね、アナブのこといろんなこと知れると思うんで、ぜひね、今日また概要欄にチケットの販売書いてますので、ぜひ今すぐお申し込みしてください。最高に楽しい時間になると思います。はい、お願いします。のすけさんとなんかいろいろ喋りたりするのかな。そう、ね、いっぱい喋るって言ってた。質問コーナーやったり、質問コーナー、そう、のすけのこといっぱい知れたり、あとコントもやってた。コント、え、誰とやるのコントって。しょーやさっていう人いるよね。いるっけ。しょうやさんっていう人いる。これはめっちゃ。しょうやさん。しょうやさんっていう人。しょうやさん。やっちゃったんと。そう。そこでなんかこんな色の人。おお。あとね、小平さんとさ、二人ともさ、ペンタメチャンネル出てるって本当？うん。先ほど犠牲になってしまったんで。犠牲？誰？どういうこと？今まで積み上げてきたものを全部ぶっ壊された。あれ？え？企画からやるの？そんな事件があったの？うん。ぜひね、見てほしくないけど見てほしい。それ大変だね。本当にこれを見てもコヤッキーと東洋嫌いにならないっていう覚悟ある人だけ見て、ほんまに。マジで。だから見なくていい。見なくていいよ。見なくていいの？はい。大丈夫？ぜひよろしくお願いします。チェック一応。だからみんなぜひ来てください。よろしくお願いします。楽しいですね。はい。皆さん、お願いします。